買ったボディカラーはなんと買いました。いや白黒じゃないボディカラー久しぶりと、はあまた買っちゃったということで、新型クラウンスポーツ買ってきました。パチ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 。いやまあ有言実行ということで、まずはね、クラウンスポーツ買ってきました。で先日のね、クラウンスポーツ見てきました動画ね、ありがたいことにめちゃくちゃ再生していただいてるんですが、あの動画がですね、4000いいねを超えたら一人クラウン祭り開催ということで、クロスオーバーも売らずに、スポーツを買って、あと、セダン、クラウンセダンとクラウンエステートも買って4台揃えようかなと思ってますので、ぜひいいねで応援していただければと思います。まあクラウンシリーズの動画でですね、どれか4000いいね超えたら一人クラウン祭りということで、クロスオーバースポーツ、セダンエステート一人で4台買ってみたっていう、しかも売らずに並べてみるところまでやってみたいと思いますんで、こんなあたおかが日本に一人ぐらいいてもいいよという方はぜひいいねで応援していただければ、そしてチャンネル登録もしていただければと思います。ということで今回は私が購入した新型クラウンの見積もりレポート、そしてまあどのグレードというか、まあグレード1個しかないんですけど、どんな仕様、どんなボディカラー内装を買ったのかというのをレポートしていきたいと思います。まずね、新型クラウン今回スポーツ、追加されましたが、クラウンスポーツはですね 2.5 リッターのハイブリッドのパワートレーンと 2.5 リッターのプラグインハイブリッドのパワートレーン、この2つのパワートレーンしか初期モデルではですねないということで、いやスポーツって名前がつくんだったらレクサス NX350 とかであるような 2.4 リッターターボと8速 AT とかですね、あとは今私が乗ってるクラウンクロスオーバーの 2.4 リッターデュアルブーストハイブリッドのようなちょっとホットなパワトレがあると良かったなとは思ったんですが、2023年10月時点で買えるパワトレとしては 2.5 リッターハイブリッドのみと、プラグインハイブリッドは冬以降発売ということで、まだ見積もりすら作れませんでした。価格も分かんなかったということで、今買えるのは 2.5 リッターのハイブリッドスポーツ Z というグレードなんですけども、逆を言えばそれしか買えないと、グレードも1グレードだけです。 Z っていうクラウンスポーツ Z っていうグレードだけ、しかも FFAWD とかなく E4 のみというね、めちゃくちゃ潔い1グレード展開となっていたので、どのグレード買いましたっていうのがなく、もう Z しかないと、 ZE4 しかないという状況になっています。で車両本体価格は 2.5 リッターハイブリッド E4 で590万円ということで、価格的にはまあ結構高いなという印象ですが、まあハイブリッドで E4 でって考えると、 FF だったらね570万円ぐらいだったのかもしれないですが、 E4 だとやっぱどうしても高くなってしまうということで、車両本体価格が590万円と。そして気になる私が購入したボディカラーなんですけども、何色買ったと思いますか？まあ私ねリセール考慮して白か黒かというのが多いんですが、最近ちょっともう白黒にも飽きてきたというところもあって、買ったボディカラーはなんとアッシュ買いましたということで、いやー白黒じゃないボディカラー久しぶりと、マツダ3以来じゃないかというぐらいの白黒以外のボディカラーですが、今回アッシュというちょっと粘土みたいなグレーを、選んだということで、いや久しぶりの白黒以外にちょっと自分でもときめいています。いや白のモデリスタとかもかっこよかったし、黒でねホイールも黒なんで全部ブラックっていうのもかっこよかったんですけど、ちょっとね最近黒の汚れがやっぱりねどうしてもちょっとしんどいということで、最近白に傾きつつあったんですが、新型プリウスもアッシュのねグレーかっこいいなって、黒買ってっから若干アッシュにしとけばよかったかなって思ってたぐらいだったので、今回はカタログカラーとかではないんですけども、新型クラウンスポーツはアッシュというグレーにしました。そして内装カラーはもうお分かりだと思いますけれども、2色展開しています。黒とサンドブラウンっていうね、タンカラーがあるんですが、もう私タンカラー大好きおじさんなので、当然、サンドブラウンというね、タンカラー明るい、茶色にしました。で、こちらのクラウン、クロスオーバーは、これイエローですよね。タンカラーとはいえ、かなり明るいブラウンなんで、イエローっぽいんですけど、エクストレイルのタンカラーも結構イエローっぽいんですが、
あの私現物昨日ね、クラウンスポーツのサンドブラウン見てきましたが、結構明るいんですけど、もっと黄色みが少し落ち着いた、まさにサンドというあの砂漠の砂の色みたいな、そういう感じのブラウンでした。でこれを選んだと。これね、面白いのがあの左右非対称なんですよね。なので運転席側のドアトリムはブラックなんだけど、助手席側の方はね、サンドブラウンになっていたりというような、ちょっと面白い内装カラーになっています。であと今日ね、クラウンクロスオーバー乗って思ったんですけど、ここがあのクロスオーバーだとこうカチカチなんですよ。だけど昨日触ったクラウンスポーツはここね、ソフトパッドになってました。だから微妙にあの内装の質感、やっぱクロスオーバーより良くなってますね。まあ個人的にもセンターコンソールのところとかはこの無塗装というか、あのなんかちょっとねキラキラした素材のやつ、あの指紋も目立たなくて、あの乗ってしまえば悪くなかったんですが、まあドアトリムとかね、アンビエントライトとかオーナメントパネルとかがあってもいいんじゃないかなとは思いますけどね。うん、まあでも納車されちゃったら、あのクラウンの内装そんなに質感低いとか気にならないっちゃ気にならないです。うん、どちらかっていうと、あのスポーツのインナードアハンドルですね、あれが塗装だったんですよね、ガンメタ塗装みたいな色合いだったんで、そっちの方が気になったかな。うん、やっぱインナードアハンドルってよく触るじゃないですか。そこがやっぱ触った時にこうなんかザラザラとしたカチカチ、もう触った瞬間プラスチックって分かるような素材だったんで、あそこはちょっと萎えますね。うん、だったらあのクロスオーバーの方がちゃんとメッキされてるんで、あの触った時にひんやりとした感触があるんで、同じようにね肉抜きはされてるんですけど、あのそっちの方が肌触りはだいぶ良かったんで、まあ、そこは一長一短かなと思いました。で付けたオプションなんですけども、オプションもねほぼ選べない、もう全部ついた状態になってました。だから普通だったらオプション扱いの、例えば 1500W の、アクセサリー電源であるとか、あとはドラレコとかですね、デジタルインナーミラー、こういうのも全部標準装備になってました。だから選べるメーカーオプションってほとんどなくて、まあ、選ぶとしたらパノラマルーフですね、あとツートンカラー、あとデジタルキーっていうね、なんかスマホ鍵代わりにできる機能とか、あと寒冷地仕様、あとスペアタイヤ、そのぐらいしかなかったんですよ。なので今回はパノラマルーフは私あの実際開けないけどリセール気にするおじさんなんで、リセールのために、まあ、パノラマルーフ11万だったかなで付けました。パノラマルーフで11万だったら結構お買い得な感じしますね。ムーンルーフでも10万ぐらいする時があるんで、で昨日の現車を見た時もルーフが装着されてる個体なかったんで、どんなルーフになるのか、開閉ができるのかとかも分かんなかったんですけど、多分あの価格だと開閉機能はないはめ殺しのルーフになってるんじゃないかなと思います。まあそれはつけたと。あとデジタルキーはつけました。でスペアタイヤと寒冷地はつけませんでした。であとつけたのは ETC のセットアップのディーラーオプションと、まあフロアマットぐらいですかね。はい、フロアマットもロイヤルタイプって書いてありますが、5万600円、とこれ社外品でもまあぶっちゃけ全然リセール関係ないんで、社外品で2万ぐらいのやつ買ってもいいと思いますけど、まあ別にいいかなと思って買いました。それで出来上がった新型クラウンスポーツ Z の込み込み価格が624万5950円となりました。590万円の車両本体価格からすればですね、まあ、本当にオプションほとんど入ってなくて、諸経費プラス20万円ぐらいで済んでるんだなっていうのが分かっていただけるかと思いますが、まあだから込み込み総額としてはそんなにいかなかったなという印象ですね。で今私が乗っているこのね、こちらのクラウンクロスオーバー RS アドバンストの、まあ、リアサポートパッケージまでフロープに近い状態でね付けた、込み込み総額が740万円とかだったかと思うんで、まあそれからすると100万円以上は安い、価格になっていると。まあパワートレがね違いますから、まあ、クラウンクロスオーバーの G とかと、まあ、そんなに変わらない価格かなとは思います。で E4 ですからクラウンスポーツの方が、まあ、装備はどっちがいいかっていうと、まあ、微妙なところですけども、まあ、新型クラウンスポーツはね、蓋を開けてみたらついてると思っていた装備がついてなかったり、例えば後席ドアのアウターハンドルで施錠解除ができなかったりとか、後席のシートヒーターの設定がそもそもないとか、まあ、これ PHEV でもしかしたらつくのかもしれませんが、意外とねクラウンスポーツ Z ではあんまり装備がいいと思えない部分もちらほらありました。まあ、逆に良いと思う部分もあったんで、それはね良かったところ悪かったところっていう動画で出したいと思いますけど、まあ込み込み総額
624万5000円となりました。まあ、コーティングとかあのドアバイザーとかはつけてません。延長保証は3年の車検までの点検パックはつけて、あの5年までの延長保証はつけてないという状況になっています。まあ、これね、一つ参考にしていただければと思います。登録月とかによってね、税金関係は変わってくると思いますんで、まあ、当てにならないと。あとは、あの、本当に買えるかどうか問題というのがあって、あの、お世話になっている反社さんではまた抽選ということで、10月の半ばぐらいまで、注文を受け付けて、そこから、締め切って抽選ってなるんで、あの、ベルファイアが、あの、抽選通ったけど、来年の8月、までの生産の枠に入るというだけで、あの来年5月とかっていう風に最初言われて、マジかよって思ったんですが、今どんどん早くなってってます。あのキャンセルとかもあったりとか、あのいろいろ少しずつ早くなってって、で結構納車は早くなりそうです。まあそれはね、あのいつ納車されるかご期待いただければと思うんですけど、まあ少なくともまだ納車されていないと。ヌヌさんとかね、もう速攻納車されてましたけど、私のところにはまだ届いてないんで、今回のクランスポーツが果たしてどうなるかっていうのは、抽選落ちたらもうしょうがない、他の反社で買うかって感じなんですけど、それか2025年以降の生産枠にそのまま入るのかな。だから1年何ヶ月以上待つっていうような感じになりますんで、ここまで果たして待てるかどうかは分かんないんですけど、まあ、抽選になるということで、まあ、受かると良いなというところですね。あの購入した台数分の、あの抽選券をもう欲しいですよね。そしたら公平だと思うんですよ。一元さんでも当選する確率はあるし、たくさん買ってるオーナーには当選確率が上がるっていう、そういう公平さがあると思うんで、買った台数分抽選券欲しいですね。アネッツ東埼玉さんだけで今何台持ってんだっていう感じですから、買った台数というより今ステイしている台数だけで5台以上あるんで、ここは多少融通してほしいなと思いますけどね。だって今ランクルとヤリスクロスとプリウスとボクシーとクラン今乗ってるクラン5台、そしてベルファイアが来ると。でキントのヤリスクロス解約しました。これの解約レポートもね、したいと思いますけども、それも直近まで持ってたんで、なんか6台ぐらい今同時に同じお店から所有してたっていう感じだったんで、そこはちょっと融通してほしいですけどね。ということで、今回ね、私が購入した新型クラウンスポーツ Z の込み込み価格が625万円で、外装色はアッシュ、内装からはサンドブラウンという、見積もりレポートをお届けしましたが、いかがだったでしょうか。でここまで来るとレクサス NX と迷う方っていうのがいると思います。で同じパワートレーンのレクサス NX もですね、車両本体価格自体はそんなに変わってないんですよ。 NX350H のFF のベースグレードだと、なんと車両本体価格がですね520万円からということで、クラウンスポーツより安いスタート価格になってます。まあ FF ですけども、それ考えるとあれ NX のでもいいんじゃねって思ってきちゃったりですね。 NX もあの年次改良でベースグレードにもなんかあの鉱石のシートヒーターとか確か付けられるようになってたりとか、結構良くなっちゃってるんですよね、内容がね。NX350H の F スポーツの FF で617万6000円の車両本体価格で、バージョン L の FF でも同じく617万6000円ということで、込み込み価格としてはですね、NX の見積もりレポートも下の方に貼っておきたいと思いますけども、2023年バージョンもアップデートしてますんで、そちらも参考にしていただければと思いますが、まあ、やっぱレクサスの方が50万ぐらい高いかなっていう感じですね、込み込み総額で。 NX350H っていうね、同じくハイブリッド 2.5 リッターハイブリッドで F スポーツの FF でオプションてんこ盛りにすると、やっぱ700万は超えてきちゃうんですよ、どうやっても FF でもね。 AWD で625万円ぐらいっていうのを考えると、まあクラウンスポーツの方があのお買い得感はあるように見えますが、ただ装備としてですね、リアのシートヒーターが付けられなかったりとか、リアドアで施錠解除できなかったり、アンビエントライトがなかったりとかっていうのを考えると、レクサス NX350H って同じく 2.5 リッターハイブリッドのバージョン L っていうね、 F スポーツじゃない方の上級グレードの FF で、ある程度マクレビとかのねオプションとかを諦めれば670万円ぐらいなんですよ、 FF でね。まあ、それだと価格差はまあ50万円弱と45万円ぐらいになりますんで、それで NX というねレクサスのステータス、あとは後部座席の電動リクライニングもできるとか、後部座席のシートヒーターもついてるとか、そういうの考えると
まあ、NX でもいいかなと思うんですが、クランスポーツの方が優れてるポイントとしてはアドバンストドライブがついてるとかね、あの渋滞時のハンズオフができるやつがついてるとか、まあ、どっちも一長一短という感じなんで、内装的には NX の方が見栄えが良いような部分もありますけども、メーターが今度クラウンの方が良かったりとかですねあちらを立てればこちらを立たずなんで、本当そこはお好みでという感じなんですが、まあ、クラウンスポーツのハイブリッドの Z だと、まあ、625万円ぐらいというふうにね、覚えておいていただければと思います。あとはそもそも買えるかどうかというところですけどね、はい、買えたレポートとかね、納車とかが分かったらまたレポートしたいと思いますし、クラウンスポーツね、試乗できるようになったらまた試乗レポート、そして、ここが良い、ここが残念っていうね、ポイントありました、それも動画にしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、いいねも押していただけると嬉しいです。いいねが4000超えたら、セダンとエステートも4台揃えたいと思いますんでね、ぜひいいねで応援してください。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それでは、買いたいあなたの背中を押すチャンネル、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。